ちょっとね、セミファイナルまでの過ごし方をですね、ちょっと聞いていきたいかなというふうに思います。はい。千葉さんはどういう過ごし方がありますか？そうですね、僕はやっぱりいつも通り、はい、麻雀の練習しながら、YouTube しながら、うん、仕事しながら、うん、まああんまり気負いすぎず、普段通りやっていこうかなと思いますね。うん、プライベートは？プライベートも従事させていきたいですね。はい、あとね、新規リーグのね、うん、プライベートは？プライベートも従事させていきたいですね。はい、あとね、新規リーグのね、まああんまり気負いすぎず、普通にやっていこうと思ってますんで、セミファイナルで、まあ気合十分で挑みますんで、応援よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ内川さんはいかがでしょう。まずはオカピと対戦していきます。はい、そうですね。はい、決勝戦、交流戦、ね、交流戦。何日でしたっけ？329です。329だ。決勝戦ね。329。329、うん、優勝賞金100万円、はい、100万円、100万円、ああ、うん、すごい、やり合いましょう。そう、どうした、うん、いつだっけなと思って、え、いつだっけなと思って、あ、言ってる言ってる、あ、そうなの、うん、え、言ってなかったっけ、そして岡田さん、はい、多分めちゃくちゃスケジュール、バッシャウマですね、はい、バッシャウマ、まず、はい、日曜日にもう女流日本シリーズの決勝があって、はい、はい、そうですね、うん、さらにね、交流戦の決勝もあって、うん、で、あとはいろいろ習得やら、うん、馬車馬、本物、偽物の馬車馬と本物の馬車馬、偽物と本物で、なんか勘違いしてるみたいだな。何を勘違いしてるんですか？いや、やっぱり忙しさ、忙しいと思ってるじゃん、うん、でも実際の本当の忙しい人って本当に忙しい人ってやっぱりもうそんなんじゃ、そんなレベルじゃないから、うん、今日何かあったんですか、この前、ん、今日何かこのスケジュールの前に何かあったんですか？あ、将棋やっててふざけてんだよな、本当に、もうプライベートの将棋、プライベートの将棋忙しいって言われましたから、はいはい、というわけで、じゃあ最後に、忙しい忙しいと言ってる堀さん、はい、どういう過ごし方をしますか？まあ、まず僕は明日誕生日で、はい、とりあえず家族サービスですね、うん、はいはいはい、明日ちょっとお出かけしに行くんですけど、うんうんうん、でまあちょっと一泊くらいしてきて、で帰ってきて、その足で、うん、夜にね、ワレポンが、おお、そうだ、極ジャンデポン、極ジャンデポン、マツカヨも出るね、そう、マツカヨさんと対戦するというのが、はい、ありまして、はい、負けられないですね。何時からですか？夜、まあ夜、いや、0時くらい、本当に0時くらいから、うん、はい、そういう時間からあって、はい、まあ、負けられない戦いがあるということで、うん、生放送なんですか、今回収録放送生ですね、だと思う、基本生です、おお、はい、これは楽しみです、皆さん楽しみだね、生じゃないと24時からやる必要ないです、確かに、そりゃそうだ、確かに、こんな時間から収録、ね、ほんまや、はい、まあ、夜強いもんね、はい、まあ、寝ないんでね、基本的には、はい、しかもね、ちゃんと一泊旅行して疲れを取ってね、確かに確かに、英気も養われて、うん、まあ、疲れてるっていう噂もあるけどその足で行くどこに行くんですか？温泉？軽井沢に、ああ、いいですね、理想的な休み、うん、はい、という感じで、はい、まあ、で、まあ、あとは帰ってきたらとりあえず将棋に打ち込んで、うん、はい、で、まあ、セミファイナルまで、あと競馬とかでちょこう、うまく調整して、はい、いい状態でセミファイナル行きたいなと、はい、はい、堀好きは？堀好き？堀好き？来週堀好きです。堀好きとかはもう極力、うん、中止の方向中止とかないよ、乗っていくとかないから、うん、はい、堀好きは月1回必ずやるの、いや、堀好きちょっと流れ悪くなるんですよね去年悪くなってねえんだってだから去年何にも悪くなってないからなんでだよ、うん、はい、というわけでね、はい、月1回の堀好きもぜひ皆さん楽しみにしてください、はい、来週ございますので、はい、はい。